吉田松陰と他の幕末の志士たちとの比較。イントロダクション。幕末の日本は、大きな変革と激動の時代でした。吉田松陰はその時代の重要な人物の一人であり、彼の思想や行動は多くの人々に影響を与えました。今回の動画では、吉田松陰と他の幕末の志士たちとの比較を通じて、彼らの違いと共通点について探っていきます。吉田松陰と他の幕末の志士たちの教育。吉田松陰は教育に力を入れてたと聞いたことあるけど、他の幕末の人たちも同じように教育に熱心だったのだ。吉田松陰は教育に非常に熱心だったわ。彼は私塾を開いて若者たちに儒学や国学、漢詩を教えたの。一方、他の幕末の志士たちも教育に関心を持ってたけど、吉田松陰ほど徹底的に教育に取り組んでいたわけではないの。彼らは主に蘭学や西洋の知識に重点を置いていたのよ。なるほど。吉田松陰は伝統的な日本の学問に力を入れてたのだな。そうね。彼は古典的な教育を通じて日本の伝統と文化を守ろうとしたの。一方、他の志士たちは西洋の知識に触れることで日本の近代化を目指していたのよ。吉田松陰と他の幕末の志士たちの思想。吉田松陰の考えはどんなものなのだ。吉田松陰の思想は尊王攘夷、尊王攘夷というものよ。彼は幕府に対して批判的で、外国の干渉を排除して日本の独立を守ることを主張していたの。彼の思想は多くの若者たちに共鳴して幕末の動乱期に大きな影響を与えたのよ。他の人たちも同じような考えを持ってたのだ。吉田松陰と同様に他の志士たちも尊王攘夷の思想を持っていたわ。彼らは幕府に対して批判的で、外国の干渉に対抗するための行動を起こしたの。ただ各志士の思想やアプローチは違うものがあるわ。吉田松陰と他の幕末の志士たちの運命。吉田松陰と他の人たちの運命はどうだったのだ。吉田松陰は若くして獄死したわ。彼の思想や教えは彼を支持していた若者たちによって守り続けられて、明治維新に大きな影響を与えたの。一方、他の志士たちも多く学難の道を歩んだの。彼らは諸国をめぐって幕府や外国の圧力に抵抗したけど、多くが命を落としたのよ。彼らの犠牲が日本の近代化につながったのだな。そうね。彼らの犠牲は日本の近代化に大きく貢献したの。彼らの志は多くの人々に受け継がれて、現代の日本を支える基盤になったのよ。まとめ。彼らはそれぞれ異なる思想や教育を持ちながらも、日本の未来のために戦いました。彼らの犠牲は現代の日本に大きな影響を与え、私たちに多くの教訓を残しています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を、5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。